どうもこんにちは、ザワチャンネルです。箱根駅伝ロス、そろそろですね、これを振り切ってですね、これからのね、駅伝界、トラック界、そしてロード界に目を向けていかなければならないと。大丈夫です。毎週何かしらあるということでですね、こちら情報発信しっかりしていきたいと思っております。まあ、今日ご紹介するのはですね、京都であります女子の都道府県駅伝、こちらもね大変気になってます。気になってはいるんですけれども、今日は、はい、同じ日に熊本である奥熊ロードレース、こちらをちょっとねご紹介したいなと思っております。昨年はね1位に NTN の三輪選手が入って、2位に、川内選手が入っていると。はい、で今年も川内選手招待されております。ちょっと招待選手バーッと見てみましょう。こちらです。はい、このような感じでですね、また今年も豪華メンバー集まっているなという感じなんですが、やはり地元の選手ね、熊本県出身の選手がやはり多く招待されているという感じですね。まあパパッと見てみた瞬間に、青山学院大学4年生内田選手、故郷に錦を飾る構想なるか、そしてやっぱり九州学院、はい、高田選手と、そしてこの中川選手。まあ、高田選手ね、エントリーはされながらも箱根駅伝走ることはできませんでした。中川選手もね、やはりロード力あるんですけれども、まあ、今回の箱根、おそらく自分では満足いってないんじゃないかなというところでね、その悔しさをね、ぶつける上でもですね、こちらの、奥熊でね、結果を出してもらいたいなと思っております。そして、我が拓殖大学、西智也、ジモティです。西選手ね、地元なんでね、本当にですね、頑張ってほしいなと思っております。こちらのリザルトが出ましたらですね、また、ゾワチャンネルでしっかりと、お知らせしたいと思っておりますので、リザルト動画もしっかりよろしくお願いいたします。で今日はですね、ちょっと重大発表といいますか、あるんですよ。僕がですね、金曜日に手術を受けます。はい、まあ、2、3日の予定なんですけれども、ちょっと手術をね、この前の健康診断で大腸ポリープが、発見されまして、そちらをちょっと取ってくると。大丈夫です。ザワチャンネルね、しっかり貯めて取ってますんで、毎日ちゃんと配信されるように設定して僕入院するんで、おそらく、はい、変わりなく見れると思うんですけれども、もしかしたら入院中に1本取るかもしれません。はい、そちらもね、ちょっとね、2月の上旬に、まあ、調整なんですけれども、ちょっと山口県のね、周防大島のロードレースにちょっと出ようと思ってるんで、ちょっとね、この辺、ピーキングといいますか、練習がちょっと厳しい状態ではあるんですけれどもね、まあ、しっかり直してですね、はい、その2週間後の、ロードレース大会、僕も出れるようにね、頑張っていきたいと思っております。いや、変と思いませんでした？なんか12月ね、あんだけ1000メートルのタイムトライアルとかガンガンやってて、いきなりやらなくなったみたいな。はい。いや、ほんとやるつもりだったんですけれども、いきなりちょっと異常が見つかったっていう診断結果をもらって、もうそれどころじゃなくなっちゃって。しかも結構でかいんですよ。で、その時はまだ悪性か良性かもわからない状態で、マジかよと。俺悪性だったらこれどうしようかなっていう、すっげえもう、なんていうんですかね、ああいう風にバン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 動画を上げたんですけれども、その裏側ではね結構ドタバタしてたっていうね、感じなんですよね。はい。でまあなんとかね、ポリープ、まあ、腫瘍はあるんですけれども良性だったんで、まあ取ればっていうことでね、まあ今回もう本当けど取らなければ、ちょっと本当ね、1年後にこれが分かってたら、1年後の発見だったらちょっとこのポリープ分からなかったですよってね、医者もね言ってくるんで、いや本当は良かったなっていう感じですよね。はい。やっぱこれからもね、やっぱりどうしてもこの陸上界ね追っていかないと、特に今年はやっぱ世界陸上ありますんでね、これはぜひとも見なければいけない。はい。ですんでね、本当ここで死ぬわけには僕いかないんでね、もうしっかり直して、2017年、皆さんと一緒にね陸上を盛り上がれるようにね、本当、手術頑張ってきます。はい、頑張ってきますんでね、はい、また手術が終わりましたらまたしっかりとね、動画配信していこうと思いますので、皆さん陰、ながらでいいんで、僕のことも応援してください。今日はこれまで。ザワチャンネルでした。手術頑張ってきます。